はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。シーズン9年目、8月17日ですね。今西武ライオンズが1位で、3.5 ゲーム差となっておりますので、まあできれば首位奪還を目指して、やっていきたいと思います。じゃあちょっと試合の方ですね、早速やっていきましょう。ソフトバンク戦で先発がハルフォードハルフォードって助っ人外国人かな。もうだいぶロッテのメンツも変わっちゃいましたよね。多分半分以上スタメンは今の状況と比べて変わってるんじゃないですかね。まあ、オリジナルキャラの奥井とか鳥羽さんとかミゲルもいますからね。で自分がいるってことはもうこれだけで4人はロッテオリジナルキャラですからね。よしよしよし。あ、そっかそっかそっか、ソフトバンクに角中さんがいるんだった。もう誰がどこ行ったとか忘れちゃってるからな。おりゃよし、23号かもう。おっと、3点取られて3対3か。ちょっと一つずつ大事に勝っていきたいですからね。第2球投げました。グリーンとチェンジアップか。チェンジアップはね、対人戦ではなかなかいいと思うんですけど、コンピューター戦だとね、なんか、まあ、サクセスの話ですけど、めっちゃ打たれるんですよね。チェンジアップとかだったら、なんか普通にフォークの方が空振りを取れるっていうようなイメージはあります。てかチェンジアップね、もうほとんど、まあ、緩急をつけるボールだと思うので、まあ、変化量は全然少ないんでね。オッケーオッケーオッケー。あ、満塁だったっけ。もう25号か。30本はいけそうだな今季。これはシンカー、高速シンカーですね。うん、高速シンカー使ってくるね。シンカー投げる人ってすごいよね。逆側にこう曲がっていくんでしょ。だって変化球見送ってフォアボール。なんか腕とかすげえ痛めそうな気がするけど、なんだかんだで7点取られたのか。危なかったな。自分のホームランがなければ絶対負けてたよこれ。まあ、完全に優勝受け負い人ですからね。ハルフォード2勝2敗かで、三平っていう人が2セーブ目を挙げてましたね。今なんかミッションやってたっけ。なんかミッションが発生したら、まあ、ちょっと挑戦してみてくださいっていうのがあったんですけどまあとりあえずなんかいけましたね。マンスリースラッガー。でこれはマンスリースラッガー2か。本塁打月間16本ね。デイリースラッガー、本塁打1試合に4本。チャンスはお任せ。9打点9打点は無理でしょう。まあデイリースラッガーかな。そうするとミッションって何日間続くんだっけ。そういうの見れるのかな。ミッションリスト、デイリースラッガー残り10試合か。まあじゃあちょっと10試合以内に、もう一回試合をやっていきましょう。今日がソフトバンク戦1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあここまでいきますか。さよなら負けか。あれ、体力がだいぶ減ったけど、今ね自分の体力がだいぶ減ってますけど、あれ、なんて言ったの。奥井と温泉で汗を流したか。仲いいね本当に。でね、自分もね今なんかこう食当たりになったのかよくわかんないんですけど、腹がね痛いんですよ腹が。まあね、トイレにね通うっていうほどじゃないんですけど、もうね腹が痛くてちょっと体調が悪いっていう、そんな感じですね。でまあ飯を食えないっていうほどでもないっていう、まあ、一応治ってはきてるんですけど。やばいな、セーブがマジック21点灯してますね。いつの間にかゲーム差も、5.5 に開いてるし、さあ今日打っていかないとちょっとまずいですね。8月の27か。
昼間がフリーなんで、今日は、今日はデートしましょう。なんか中尾アナほったらかしにしとくと破局しますよみたいなこと言われたんで、前どこ行ったっけ、全然わかんねえな、全然わかんないけど、今8月だからちょっと海辺に行きますか。でも8月の終わりだからね、クラゲとかいそう。結局泳がないんだ。また今度と。そうか、今期中にはちょっとプロポーズもしたいっすからね。こういうリストから一応まあメーターがマックスになったら、プロポーズしますか。もうなんだかんだで中尾アナも30歳になるのか。そうですね、もうそろそろやっぱり、プロポーズをしましょう。やっぱりね、その自分の周りも30歳の年はね、結婚しました、結婚しましたっていう報告がねすごいいっぱいありましたね。まあ Facebook とかでもそうなんですけど、今日の先発は危険な男デリンジャーですね。お、自分1番になってる1番はダメだみたいなこと言われてたのに。だって3割3分か盗塁20個でしょ。全然達成してないと思うんだけどな。まあでも今日は1番かいなかったのかな、とりあえず。うん、1番だとねチャンスメーカーが生きるんでね、絶対。まあ、それはいいですよね。ただまあ塁に出てないんで、おお、ホームランを打っても絶対ソロになるっていう。3対2か、シュート回転の一発。おお、フォーク打ってしまった、手を出してしまった。まあ進塁打になったんで、最悪の結果は免れたけど、7対2か。この試合を覆すのはちょっと無理くさいな。ボールが先行しますね。これだ、あれ、ああ、まあ、そうっすよね。なんかカスっていう音がしましたからね。おお、でも点を取ってる。ここは一発が出れば。ああ、なかなかいい球だったけど、またね、第1球目は出ちゃいますよね。風も上向きに7メートル、なかなかいい感じで吹いてるんで。これだ、ああ、これはフォークか。追い込まれてるな。これはちょっと振らないと。ゲッツーは、うわー、最悪だ。今日バッティング最悪だな。おお、7対6、ここだ。誰も塁に出てないけど、とりあえず延長に持ち込もう。こいつならやってくれる。おー、際どいカットボール。これはまあ外してきますよね。これも、おお、怖い怖い怖い。こういう状況で打席に立って、投げる方もそうかもしれないけど、めっちゃ緊張しますよね。これは、続いてくれるかどうか。まあ、二塁までは走って、次誰だっけ、今日初めてのヒットとか今誰だった、ちょっと見れなかったけど。いやー、落としたか。ミゲル39号打ってんのか。でもすげえな、やっぱり。デリンジャーが3敗目ですね。5の1。あー、でも一応いいんだ、5の1でも。もう1本打ってくれっていう、まあそんな気はするけどね。アスリートバット、あと何本ある、アスリートバットって。ちょっとまたそうすると、あと1ヶ月しかないですからね。まあ、あと1ヶ月っていうか、1ヶ月ちょいはあるのか。じゃあ西武戦まで行きますか。よしよしよし、勝ちを1つずつ上げていきましょう。おー、いいね、いいね。8月29日で 5.5 ゲーム差って、まあ、どうなんだろう、数字的に返せるのかな。でもマジックが点灯してますからね、西武が。まあ、西武が負けてくれないと。え、何、あ、 MVP か。うわ、強いね西武やっぱり。い
やー、今季はちょっと優勝は無理かな。あれ、調子が空調になっちゃった。マジかよー。打率は2割6分8厘か。ちょっと下がってるなー。おー、めちゃくちゃ調子が下がってる。え、なになに？ファンの方にブドウの贈り物をいただいた。腹壊すぞ、俺みたいに。変なもの食うと。てか、ファンに失礼だよね。せっかくのご厚意で。てか、食べ物ってやっぱ危険だと思うんですけどね。まあ、バレンタインのチョコレートとかはいいと思いますけど、ブドウとか、なんかそういうのは。お、これは？服だ。ここはちょっと平常心で行きましょう。あんまり疲れない方向で。じゃあちょっと交友関係で、デートをしていきます。ちょっと今期中は無理かな。ちょっとデートを連発していかないと。スーパーセレブコース、もうこいつ飽きてんじゃないの。スーパーセレブコースって毎回同じの食ってますからね。他のレパートリーはないのかっていう。また今度。てか、プロポーズってどれくらいの好感度があればできるんだろう。まあ、マックスだと絶対大丈夫だと思うんですけど。で、しかも、プロポーズ失敗したらどうなんだろう。ちょっと嫌っすよね。でもね、中には、まあ、プロポーズじゃないっすけど、こう、なんか告白して、一回断られて、で、なんか、まだ諦められずに、二回目の告白をするっていうね、友達とかいましたけどね、すげえなって思いますよ、本当に。俺なんて絶対無理っすね。もう一回断られたらじゃあねっていう。ストレート147キロか。おっと、150出るのか。ストレートがしたいっすね。これは V スラ。インコース低め、カウントは3ボール。下に落ちる変化球が2種類か。投げました。インコース高め。めっちゃくちゃ際どい。投げた。これは入ったか。ちょっとマジで最近バッティングの調子がよろしくないな。0対0で迎える3回です。第9。これは高め、いいでしょう。ちょっとだけ振り遅れたけど、まあ高めのねストレートなんで、まあ持ってけましたね。今日はなかなかいい試合だな。おりゃ、おお、一応抜けたか。大谷がいる、大谷が。あ、エラーなのこれ。そうか、強襲じゃなかった。てか、大谷なかなか肩いいな、今の。なかなかいい返球をしてたような気がするんだけど、まあ、ピッチャーですからね。投げた。もう大きく外れました。第2球。これは、おお。第3球を。ちょっと投球が遅いけど、これは入らないか。まあ、入らないけど二塁まではいけますね。いや、こいつのツーベースすごいよな。あー、危ない危ない危ない、本当危ない。あ、デリンジャー。今日もデリンジャーか。8回1失点に抑え勝利投手。まあ頑張りましたね。関谷勝利に貢献と。若干自分のバッティングの調子が今落っこってるんで、3回26号、関谷8回11号、デリンジャーが9勝目、山崎が、30セーブ目。 OKOK、マルチヒット、まあ、マルチヒットって言っても1試合につきホームラン2個くらいは打ちたいけど。パワー今いくつだ。おお、あれ少なくない。ホームランランキング中田さんで21本って、セ・リーグホームランバッターいないのかな、あんまり今のところ。12勝で1位か。これ次の日になるとパ・リーグの、記録見れるのかな。そうすると、どれで見るんだっけ、これか。パワーは D。自分のデータ50強化項目、バット入れて50だからあと2か。じゃあちょっとデート重ねていきましょう。街に誘うと、
こいつのデートのさバリエーションも少ないよね、ほんとマックスで5パターンしかないからね。靴か、ほんと好きだね中尾はな。靴毎回10万円の靴だからね。また今度と。じゃあ今日の試合もやっていきましょう。西武戦なんでできれば勝ちたい。石川の調子がちょっと悪いけど、相手の先発は大谷か。大谷はね160超えるからね、ストレートが。だからここで、勝てればゲーム差としては2つくっていうこと、まあ、多分だけど大谷。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9インコースタグレー、いきなり157キロ。早いねやっぱり。スライダーボール、スライダーが143キロで曲がるっていうのが本当すげえよな。第3球を投げました、完全に外れたボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボール1ストレート。おら、よし。まあただ高めのストレートは逃さない。入った。カスリ怪獣だ、カスリーヌがいた、カトリーヌ。これで27号、30号は打ちたいっすね。でなかなかいい勝負をしてますね。おりゃ、うん、これはいかない、いかないけど坂本は生還できたな。 OKOK、おお、取っては取られ、取っては取られだな。今日3打点を挙げています。セカンド牽制、タッチはセーフ。まあここで一発が出ればだいぶでかいんだけど、投げました、これ遅れた。失投はやっぱね打つのね難しいですよね。バッター追い込まれました。次が4球目、投げました。うわー、ちょっと無理だよこれ。最悪だ、ゲッツー。スリーアウトチェンジ。ちょっとここ一番っていうところで打ててないな。大谷降板か。大谷ってスタミナはある投手なのかな。先発だからね。お、坂本が走ってきた。坂本結構走るね。よーし。まあ頑張って走ってくれたけどね。結局意味なかったっていう。6対7、ちょっと点を取っておきたい。走るねみんな。2個目かまだ。おりゃ、あれちょっと詰まった感じがするけど、まあ、ただ石峰さんの足なら余裕で帰ってこれますね。 OKOKOK、 山崎がパーフェクトリリーフで自分が2ホーマーと。だから結局自分が打たないと負けるっていう。石川が13勝で、山崎31セーブと。大谷は12勝してんのか。でもさすがですね。松浦が21号か、結構打ってるね。でパワーはあと2上がれば D になるんで、ミスターツーベース、二塁打を1試合に3本打つ、まあ、これ二塁打をね打たないといけないからね、結局ホームランとかになっちゃうんですよね。先陣青バットには1試合で5本か。まあね、打順は上の方にいるから5打席回ってくるかもしれないけど、まあ青バットやりますか。誰これ、ライオンズの木村文さんかな。最近ラジコンしてないな。誰これ、黒沢さん。相変わらずおごってもらうのは得意だね。めっちゃ可愛がられてるよな本当に。おお、来た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 、パリーグのタイトル争い。39本ミゲルかで、自分が3位、28本、2位との差は6本差か、結構あるね。柳田が25本か。松浦も何気に入ってましたね。
21本で。おお、リーグヒットは坂本。これ、うちの坂本だよね。秋山もさすがだよな。坂本、調子を上げてるね。打点。おお、111打点上げてんのか。ミゲルの独走状態。お、大谷、12勝の投手にいますね。武田はやっぱりさすがだな。あ、防御率はだいぶ開いてますね。最多セーブ、秋吉ってどこのチームだ。あ、西野さん27セーブ上げてますね、さすがに。まあ、勝たないとね、そもそもチームがセーブの数も増えないんで、そこがちょっと厳しいところではあると思いますが、移動して、今中尾アナの評価がどれくらいか見てみましょう。あ、なんかもう大丈夫そうな気もするけど、とりあえずじゃあホーム2回デートして、ここの、ホーム2回デートをして、ここのホームあたりでちょっとプロポーズしますか。落ち着きましょう。もう自分、ちなみに今何歳なんだ。中尾アナは29歳だったけど何個差だったっけ、中尾アナと。こういう関係でデートと。てか中尾アナから誘ってくんないよね。今海辺に行ってもな、あれだからな、寒いとか言い出すからな。ま、遊園地に行きますか。観覧車。おお、これどうしようかな。なんかどっちもどっちなんですよね。いい時もあるし悪い時もある。でもまあ俺は隣に座りたい。え、あれどうしたの、高いところ苦手だったのかなって。いやだってさ、付き合ってんだからいいじゃん、隣に行ったって。また今度と。これ評価上がった今、中尾アナの。じゃあちょっと試合はスキップして、あれチーム3連敗、これもう優勝は無理っすね。セーブがマジック4まで来てるんで、じゃあちょっとまたデートしましょう。まあ食事待ちあたりが一番安定してますよね。お金さえ出せばなんとかなるっていう、お金で解決。和牛ステーキ、ツバメのスープとかどうなんだろう、あんまり美味しそうな感じはしないけどね。しかも和牛ステーキ2回出てきてさ、絶対言いもたれるでしょ、そんな食ったら。やっぱり高級なお肉って結構油とかすごそうですからね。じゃあちょっとここのホームに行って、マジック2か。まあこれはクライマックスシリーズで勝ち抜いていくしかないっすね。ああ、優勝が決まりましたね、西武の。で、まあ2位と3位のゲーム差は結構あるんで、まあ2位は硬いですね、多分。まあ油断してると何が起こるか分かんないっちゃ分かんないですけど、試合数的にはもう大丈夫だとは思うんだけど、デートをしていきましょう。じゃあ街に行くと。さあ、今日は何を買ってあげましょうかね。ネックレス15万円か、全然いいよ。こいつに一体どれだけ貢いだんだ俺は。じゃあここのホームまで行くんで、試合をスキップして、またデートをしましょう。こいつもすごいよね、当日デートに誘ってじゃあ行こうって言うんだからね。もっと事前になんか言わないのかね。今日はいい天気でよかったよ。雨降ったりすんのかな。さあ、これで評価がどうなったかっすね。まあとりあえず次のホームまで飛びましょう。そこで評価を見て、13対0、すげえな。まあでもこれだけの評価があれば多分ね、大丈夫だとは思うんですよね、プロポーズしても。だってさ、
さ、これだけさ、デートしてさ、これだけ貢いでさ、これだけお金持っててさ、家もあって、所持金8700万あって、断る理由がないでしょ。これで断られたらよっぽどだよね。マイデータ。こういうリスト。中罠。まあちょっとハートが半分ないけど、半分ないけど大丈夫でしょ。デートと。どこでプロポーズをするかだよな。スーパーセレブコースの食事を食べてプロポーズしますか。遊園地ってさ、その帰りにプロポーズっていうのもなんかね、あれだよね。まあ、雰囲気的には浜辺で、プロポーズっていうのもありっちゃありだけど、多分寒いって言い出すから、まあ、ここは無難に食事に行ってその帰りにプロポーズしましょう。スーパーセレブコースと、キャピア尽くし、伊勢海老の池作り、フカヒレの姿煮と41万円41万円か。簡単に言うよな、本当に。プロポーズする。え、結婚しようって。うん、あなたの隣を一緒に歩けるように私も精一杯頑張るね。婚約した。ダイヤモンドリングを手渡した。てか指輪のさ、大きさとか把握してんの？自分で勝手に買ったけど、指輪の大きさが合わないわとか言われたらどうすんだろう。でもまあそれは前もって聞いてあるのかね。まあアクセサリーをプレゼントすることとかはまあありそうですからね。じゃあシーズンの最終試合ですね。やっていきましょう。6位のファイターズと、今年は惜しくも優勝を逃してしまった。そうっすね。まあでもクライマックスシリーズで、日本一になりましょう。2機。相手の菊池が全くやる気なかったな。もう最後の試合だからやる気なくなっちゃったのかな。もう6位だしなって。この試合勝ってもしょうがねえから、もう適当に投げようみたいな。そんなんでいいのか、プロ野球選手。顔はいかついてる。顔のやる気はあるよね。投球これから2球目。ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げました。おりゃ打った。追い込んで投げた。この全力ストレートがなかなか合わせられないんだよな。一塁ランナー三塁へ向かう。ボールは中継。まあでもいいバッティングを見せました。ノーアウトの1、3塁から1点。同点で迎える3回です。30本いかなそうだな、このままと。ちょっと待ってちょっと待って、今のは見送ってもよかったな。掴みました。失投だからつい振っちゃったけど。同点で迎える5回です。現在3割もいかなかったし。外れたボール。第2球投げた。このストレート、伸びのあるストレート。第3球を投げた。見送ってサークルチェンジか。カウンター2ボール1ストライクです。投げた。これだ、高め。ちょっとタイミングが早かったかな。まあ、少し芯もずれてたような感じがしたし、これだ。よしよしよし。さああと1本、あと1本で30号。ちょっと30号は持っていきたい。これはちょっと見送る。もうストレートしか打てないですからね。まああと打てるとすれば横に変化するスライダーとかシュートあたりですかね。うわー、際どいね。こういう際どい球も結構見逃す機会が多いな。これは、おお、入れてきたか。もう一回待ってくる。待ってきたね。まあ、こいつでかくないですか。ひど体格がよくわかんないけど。おお、これは悠々セーフ、盗塁成功です。坂本、今シーズン11個目の盗塁を決めています。第4球を投げました。ボールですね。2ボール2ストライク。第5球投げました。この高めしまった。ちょっと上を叩いてしまった。もうさすがに回ってこないよな、点を取られない限り。2機、5回無四球被安打6と。いやー、30号いかなかったっすね。まあ3割もいってないし、今期の成績は
2割いくつだ、2割8分とか言ってたっけ。まあ一応大活躍なんだ。もう1本打ちたかったけどね。2割7分3厘かで29本の95打点となんか全てがもうちょっとだな。100打点まであと5点だし、ホームランあと1本打てば30になったし、3割には届かなかったしっていうまあなんとも言えない成績で、まあ落ち着きましたけれども、まあ今年ですね、中尾アナと婚約もできたので、これいつ結婚するの、オフの時に結婚式あげるんだっけ、今までのマイライフの感じだと、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はクライマックスシリーズですね、こちらの方からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。